竹垣淳信2月から1917年6月11日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍機関中佐。第一次世界大戦で地中海に派遣された第二特務艦隊の第十一駆逐隊機関長として戦死した新潟県出身。父、竹垣淳一は越後長岡藩士で母親戦争で武名があった。長岡中学在学中。 父が事業に失敗し竹垣家は経済的苦境に陥る。竹垣枠楽団を頼ることとなり、徒歩で東京へ向かった。低心症雇いとなって自ら学士を稼ぎ、成城学校から海軍機関学校へ進む。1904年卒業。海軍小機関士に任官し、東乗組として日露戦争に参戦。第三手い夫、妻。 五福島乗組、橋立、香取、東の各分隊長を務めたほか、海軍水雷学校を修了している。薩摩分隊長として第一次世界大戦を迎え、人稼の戦いに参戦。今後分隊長に転じ、機関詳細進級。第十一駆逐隊機関長に転じた。同駆逐隊は四隻からなり、竹垣の上官は、坂木であった。第十一駆逐隊は、 第2特務艦隊に属し、地中海方面で連合国艦船の護衛に従事した。4月26日、坂木は第11駆逐隊の領艦、松と共に、総員3266名、武器弾薬を満載した英国客船、トランスシルバニアの護衛に当たった。イタリアサナポー沖で、同艦は来撃を受け撃沈されたが、坂木、松は、 イタリア駆逐艦らと共同市上員約3000名を救助した。艦は撃沈されたが、多くの人命を救ったことに連合国は感謝し、駆逐大司令、横地城に他将兵27名が、イギリス国王ジョージ5世から除勲された。竹垣は、主務所を授与されている。同年6月11日、坂木、松は、護衛任務を終え、マルタ島への帰路で、戦謀郷を発見。 オーストリア・ハンガリー帝国潜水艦 U-27 であった。艦長、上原大地少佐は回避命令を発したが、U-27 の魚雷が命中して、坂木は大破したが、沈没は免れた。戦死者は、艦長の上原、竹垣以下59名であった。マルタ島に、第二特務艦隊戦没者の日がある。機関歌士艦としての竹垣は、実務能力に優れ。 石炭の経済的消費法を発見し、賞賛を受けた。今後時代に、機関学校教官への移動を観測で引き止めている。体格優位、主号であり、また剣道では、海軍部内で、杉七郎と並び、両大関と称された人物である。地中海へ赴く際は、父に、演習に行くとはがきを出し、それが絶筆となった。 第二特務艦隊戦没者納骨式記事 C100 億873100。アジア歴史資料センター。2018年1月3日閲覧。海戦史に学ぶ、地中海のドイツ潜水艦船と、日本、中油列でー P40、海藻の日本海軍、坂の常吉、第一次世界大戦における、第二特務艦隊地中海遠征期では6月10日となっている。 漢方第1470号、大正6年6月26日。中優列でオピアニッシモ42から43。漢方第6387号、助人及び、事例1904年10月12日。漢方第7028号、助人及び、事例1906年12月1日。漢方第7949号、助人及び、 事例1909年12月21日、官報第748号、助任及び事例1915年2月1日。ありがとうございます。